工科富安武弘です。自分は中学1年生の時からアビスパ福岡のアカデミーに入りました。そして中学3年間、高校では2年間アビスパ福岡のアカデミーにお世話になりました。自分がアビスパ福岡のアカデミーに入ってよかったなと思うことは、自分は1年早くトップチームに昇格することができました。1年早く昇格できたのはとても大きかったですし、その1年間で様々なことを経験することができました。アビスパのアカデミー、そして小学生のみんなはアビスパ福岡のスクールにぜひぜひ入ってください。いつの日かアビスパのピッチで共にプレーできることを楽しみに待っています。